札幌駅南側にあるエスタの跡地には2028年度に新たな複合ビルが完成する予定ですが、ある問題が生じています。新幹線駅の工事が進み、複合商業ビルなど再開発が予定される JR 札幌駅南口。去年8月に閉店したエスタ跡地の周辺には地上43階、地下4階建て、高さ245メートルの超高層ビルの建設が予定されています。開業の目標は2028年度です。しかし今日工事費が非常に高騰しているということと、あとは、人手の確保ですね、こちらの方もかなり厳しい状況になっているというところで、開業、時期は今精査中で、遅くともですね、2030年度末までに開業させる、すなわち新幹線の開業、には間に合わせるということでございます。綿貫社長は最長2年の開業延期やビルの規模縮小も視野に再検討していることを明らかにしました。建設作業員の不足や当初計画を大幅に超える資材の高騰のほか、千歳市のラピダス半導体工場など各地で相次ぐ大型プロジェクトの建設も影響したとみられます。札幌駅南口では去年8月末にエスタが閉店し、それに伴いバスターミナルも閉鎖。現在バス乗り場は駅周辺の広い範囲に分散し、その利便性の低下が指摘されています。再開発の遅れについて街の人は、ちょっと2年はね、長いと思いますね。やっぱし1日でも早く使えるようになったら、やはりバスとかも不便ですのでね。資材が高くなると工事も大変だし、人材も足りない、しょうがないです。さまざまな公共交通が集まる拠点として期待が高まる札幌駅南口の再開発ビル。開業延期や規模縮小の検討は今後札幌の街づくりにも大きな影響を与えそうです。